命令は何だ。ほら、命令ってこの間のプロレス大会のことだろ。この試合で多く技を決めた方が負けた奴に命令できるってのはどうだ。いいですよ。プロレスは勝ったけど、技の数では光が剣に負けちゃったしね。どうせろくでもないことでしょ。かわいそうだ光。じゃあ、お弁当を作ってください。はっ、笑ったり、喧嘩したり、気が抜けない、エンフィデロリーナー、たとえどんなことが待ってるだろう、この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。あの、ケン様、朝食は？ああ、今日はいいんだ、行ってくる。ケン様、いつもより機嫌がよろしいんじゃない？何かあったのかしら。よし、やるぞ。光、あんた何しちょるかね。お、おう、母ちゃん、おはよう。今から弁当作ろうと思って。弁当？おう、今すぐ台所から出ておいき。母ちゃん、いきなり何？何じゃないの。あれほど台所に入るなって言ったでしょ。でも飽きまへん。あんたが台所に立つと、調理台コースは食材ためにするわ、鍋爆発さすわ、そのたびに大工の父ちゃんフル出動やで。だけど滝島に弁当作らないと。え、とにかくうちで料理なんて絶対飽きまへん。おい、あきら。あら、おはよう。ちょうどよかった。今アールグレイを入れようかと思ってたの。ごめん、それより台所貸してもらえないか。台所？いいけど。うわー、改めて見るとすごいな。うちの台所とは大違いだ。ただしを小突いて学園長に頼んでもらったの。みんなのランチもここで作ってるのよ。あれ、アキラ、なんか機嫌悪い？なんであのいまいましい剣に、なんでこんな可愛いエンジェル光が弁当作んなくちゃなんないの。そりゃまあ勝負に負けたからね。でも一番初めは私に味見させてね。おう、とびきりうまい弁当作って滝島をあっと言わせてやる。あ、うん、あ、
どうかしましたか？あ、いや、ケンもこっちで一勝負するか？いえ、結構。そうか。ねえ、竜、めぐみちゃん、やっぱりいつものケイじゃない。何話していいかわかんないな。おはよう、腹減った。うわ、うまそう。いただきます。あ、何かあったのか？別に何も。なんだ、そっか。うわ、ケイが笑顔。一体何が？あ、ただしただし。なんだよ。ほら、この間の約束、光がケイに弁当を作るっていう。ああ、なるほどね。それであんなに機嫌いいのか。失礼する。おはよう諸君。お、会長じゃん。よう、ダメンズ会長。ペタレ会長だ。ああ、負け犬会長ですね。おいおい、お前ら会長、落ち着いてください。で、一体何の用だ？あの花園って女はまだ来てないのかな、なんて。おい、昨日転校しました。というわけでお帰りください。そんなバカな。弁当といえばまず白いご飯だよな。よし、米研ぎからやるぞ。うんうん、その息を。よし。しまった、もう一度だ。よいしょ。あ、れ、遠心力？うん、じゃあ今度は飛ばないようにと。できたぞ。米の原型がなくなってる。光、私なんだかお腹の調子が。味見は遠慮するわ。そっか、大丈夫か？無理するなよ。これでよし、あとは待つだけだな。花園光、どこへ行ったんでしょうね。まさか本当に転校したってことはないだろうが。あ、そうだ、氷忘れてた。料理してるのか？なぜだ？そう、誰かにお弁当作ってるとか。弁当、花園光が弁当を作っている。はっ、もしかしてこの僕のために。いや、誰も会長だなんて一言も。弁当か。家庭さんのためにお弁当を作ったんです。はい、あーあーん、あ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 ん。ああ、今日もお弁当か。いいじゃない、ちゃんとママが作ってくれるんだから。うん、そうなんだけどね、似たようなメニューが多くて。しまった、もうこんな時間。お、できたな。わっ、硬っ。おかしいな、柔らかめに設定したんだが。どうするかな、これ。ああ、ランチあるけど、ケイどうする？どうぞお構いなく、まだお腹も空いてませんし。もうすぐ光の弁当もできるって。朝からずっと作ってるしね。でもまあ、あんまり無理するなよ。抱き島、できたぞ。待たせたな。
いえ、そんなに待ってませんよ。顔には出てないが、ものすごく喜んでるな、ケイ。うん、朝から何も食べてないしね。ほら、おにぎりだぞ。本当はおかずも作りたかったんだけどな。ほら、当たると痛そう。ああ、やっぱあれ方眼なんじゃ。ただし食べます。あ、落ちたやつだぞ。それでも食べます。ダメだ。危険ですので、よい子は燃やしないでください。待ってろ、作り直す。まあ仕方ないわね。あれでも精一杯やったのよ。料理に関しては努力じゃ補いきれないものがあるのかもしれないわね。あ、危なかった。もう少しであんなまずいもん食わすところだった。そういえば小さい頃から料理は一度たりともうまくいったことないんだよな。うんうんうん、いや、努力すればきっと。光。お、すみません、面倒なことを頼んでしまって。あ、先ほどのおにぎりいただけませんか。食べますから。ダメだ、あんなもん食わせられるか。でもいいんだ、作りたいんだ。勝負の約束は必ず守らないとな。私が負けたんだし、正々堂々うまい弁当を作ってやるよ。ん？そうですか。なら俺は何も言いません。せいぜい頑張ってください、兄さん。兄って言うな！たく、なんだ？あいつ何しに来たんだ？よし、頑張ってやってみるか。はい、それじゃあみんなでお弁当食べましょうね。はーい。卵焼きだぞ。こっちはタコさんウィンナーだ。俺は母ちゃんの手作りおにぎり。ケイ様。あ、うわー、すげー、タクシマコいいな。こうか。でも米が砕けるな。何がいけないんだ。力が強すぎるのか。だったら強い米を探せばいいんだよな。砕けない米、砕けない米、ん？絶対に砕けない幻の米、稲光。これだ！よし、早速作るぞ。お、さすが稲光、米も砕けなくていい感じだよな。よし、今度こそ完璧だ。お昼の紅茶はキーマンにしてみたの。ランに似た香りが特徴なのよ。なんでもいいや。よしよし。お、相当お腹空いてるんじゃないか。大丈夫かな。
ちょっと様子見てくるわ。何？光、ちょっと怪我はない？ね、またやっちゃった。悪いな、ちょっと汚くしちゃって。まあそれはいいんだけど。よし、次だ次。まさかこんなけなげなやつだったとは。なあ、大丈夫なのか。ねえ、やっぱり研ぎ方教えようか。それじゃ意味がない。勝負に負けたんだし、自分の力で正々堂々とやる。でもそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。嫌だ。ここで教えてもらったら勝負に負けるようなものだ。光。お、やってるな。何よあんた、何しに来たの。ちょっと様子を見にな。なかなか大変そうだな。まだまだこれからだ。ま、Kの場合手作りなら何でもいいんだろうけどな。勝負に勝った命令で弁当を作れって言ったんじゃないのか。いや、それだけじゃないだろう。あいつんち両親働いてるから手作り弁当とか食べたことないし。そういえばそうね。純粋に自分のために作られたものって食べたことないんじゃねえかな。その気持ちなんとなくわかるけど。すいません、面倒なことを頼んでしまって。じゃあ本当に食べたくて。アキラ、教えてくれ。作りたいんだ、滝島のために。遅いと思って来てみれば。会長のためじゃなかったみたいですね。許さん、許さんよ。できたー。お、滝島できたぞ。まったく、いつまで待たせるんですか。待ちくたびれました。本当に頑張ったのよ。米だ、米の形があるぞ。人間やればできるもんだな。お前ら黙ってろ。なんか緊張するな。それではいただきます。いただき、このおにぎりはかなり空腹な生徒会長加計が頂戴した。いただきまーす。まずい。何だったんだろう、あの人。そう。光、悪いな滝島。危うくまたまずいもん食わせるところだった。
本当悪い。それが食べたいんです。でももう一度最初からやりましょう。このおにぎりを俺に渡してください。ああ。それではいただきます。生徒会長はバカですね。こんなに美味しいのに。本当か？はい、もちろん。空腹は最大の調味料っていう。じゃあ、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。ああ。さて、これからゆっくりと生徒会長の息の根を止めましょうかね。おい、物騒なこと言うなよ。怖っ。あ、そうだ。みんなにも今度作ってやるよな。砲丸といえば七種競技を思い出す人も多いよね。七種競技は外国ではヘプタスロン、世界記録は7000ポイント以上なんだ。すごいね。なんとなくこのコーナーのノリが分かってきたかな。じゃあまた次回。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。